はい、始めましょう。えー、まあ、行政書士 next デジタル化の波に乗れなんていう、うん。そんなタイトルでやりたいと思います。行政書士の黒沢です。よろしくお願いします。あのー 今ってよくなんかちょっと煽り系のね話ではありますけどまあなんかこの日経さんとかでもそうですしなんかその事業、まあ、関係者もまあそういうのでまあ煽るように同業ねこう煽るような感じでなんかその AI とかデジタル側でなんか資業の仕事がどうちゃらこうちゃらなくなるんじゃないか奪われるんじゃないかみたいな話ってよくあると思うんですよね。でまあしょうもなって思うんですけどもあの <laughs> 正直ねその な,なんというか、まあ、実際にそのデジタル化していく流れっていうのは非常にこういい流れだと思いますしで電子申請をこうできるようにしていくっていうこと自体はもう理にかなってますよね。な何かって言ったら今、我々仕事でも紙ベースで書類を書いたりとかすることってほとんどないじゃないですか。もうパソコンでやりますよねななんなら もうメールすらあんまり使わなくてで他のコミュニケーションツールとかでいろいろデータのやり取りとかした方がもう全然早いしあのそっちの方が仕事になるし効率化考えようよっていうそういう時代になってるにもかかわらず。 なんか2二3 0年前のなんかこう世界観でですね、えー、行政ってもう2三3 0年前というか,なんか昭和かていう感じの手続きが要求されますよね。私もう以前から本当おかしいなと思ってましたし、えー、あるいはあの私行政書士最初の5年間ぐらいがですね今13年目で,ですけれどもあの最初の5年間ぐらいが苦痛でしょうがないと言いますか。えー なんかもう本当にきつい業界に来ちゃったなーなんていうふうに思っている時がありました何かって言ったらなんでこの書類を添付しなきゃいけないのとかなんでここに記入しなきゃいけないのっていうのが根拠があればいいんですけど根拠なくですね書かせられたりとかハンコは絶対ここに押さなきゃだめとか閉じ方はこう,ななこうやってやらなきゃだめとか絶対なんかそのメールでも受け付けませんよとかメールはだめだけどファックスはいいとかわけわからんないみたいな。とか まあ非常にそういうのばっかりでなんかおかしいななんていうふうに結構思ってたところがあるんですね。で日本もようやくあのそのデジタル化のもう波に、まあ、かなり遅れてはいるんですけれども乗ろうなんていうことで、えー、今年デジタル手続き法という、まあ、当社はデジタルファースト法なんていうふうに言われていましたが、まあ、デジタル手続き法という法律、まあ、これがあの、まあ、できたといいますか行政手続きオンライン化法 おーのおーこれは改正法になりますけれどもそういうデジタル手続き法なんていう法律ができたわけです。ただちょっとこれはですねあの実際に、うん、こんな形で出ておりますけれども皆さん試験的にはって言ったら。 ちょっと法の施行自体はこれはの5月に公布されてで9ヶ月以内施行だから、まあ、年度内にその施行されるってことなんですけど今年の本試験には間にに合いませんよねだから今年の本試験には一応出ないっちゃ出ないんで、まあ、一般知識対策とかそういう意味で言ったらいらないかってなるかもしれないですけどただ何ていうか別に法律は出なくてもこういう考え方だったりとか諸外国の話とかそういうのは 知っておいた方がいいしあるいはその電子署名とかですねあるいはあそうですね、えー、旧法でありますけれども行政手続きオンライン化法オンライン化法とかの話っていうのは、うん、まあ出すべきなんじゃないかなという気もしますんでですので デジタル化のところ少し気にして見ておいていただいてもいいのかななんてまあ、試験対策上はね、まあ、私も別に講師でもないからその,おその試験対策のことは言わなくていいのかもしれないんですけど、まあ、今見られてる方は気になられると思うので、まあ、一応申し上げておこうかななんていうふうに思いますが実はですねこのデジタル手続き法結構当初私も期待していたというかもう本当に原則オンライン そしてもうデジタル化にするんだともう日本の行政手続きはもう99%をデジタル化するんだとそんな法律でいくのかななんていうふうに思っていたんですけどもう最後の方でですね結局なんか弱気なものがいっぱい出てきてしまってであこれはねあの 行政手続きオンライン化法およびそういう住民基本台帳法とか公的個人認証法マイナンバー法こういったものをちょっとずつそう改正するようなそういった法律にはあ今回のデジタル手続き法っていうのはなってますとあの、まあ、マイナンバーで言ったらですねあのマイナンバーの通知カードを廃止するとこんなものも定められていたりとかしますマイ,ナンバーのマイナンバーの通知を廃止するって最初からマイナンバーカードを配れようと思いますよね これ、ね、あの後で話しますけれども、えー、結構最近注目されてる国ということであのバルト三国のエストニアっていう国がこの行政手続きのデジタル化が非常に進んでいる、まあ、デジタルガバメントなんていうことで電子政府、えー、これが非常にこう、まあ、飛躍的に、えーまあ、革新的なことをやってますなんていう国で紹介されることが多いです書籍なんかもちらほらちょっと出てきてるようなところかなというふうに思いますけれども。 でまあ、エストニアっていう国自体はあの、まあ、小,さい小さい国といいますか130万人ぐらいの国で、まあ、でもね面積は、ね、九州とか沖縄を足したぐらいの面積がありますから、まあ、人口密度が非常にこう薄いって感じですけどね政令指定都市ぐらい福岡市とか川崎市ぐらいですかね130万人っていうとね、まあ、そのぐらいの,あの都市、まあ、都市といいますか国なんですけども。 このエストニアがもうデジタル化にまあ完全に舵を切ってで99%の行政手続きがあデジタルで済むんですよ。非常に面白い取り組みで,で日本の今あの議員さんとかも含めてですねよく視察とかに行ったりとかするわけなんですけども。 そんな国があります、うんまあ、そういうのを学んで日本でもじゃあそういう方向性で行くのかななんて思ってたんですけど例えばねこれデジタル手続き法の条文読みますと、まあ、条文ちょっと読むとね今長いから、まあ、もう読まずに、まあ、簡潔に言いますけどこの6条6項とか何を言ってるかというと結局いろいろこうお、まあ、この本人確認するべき事情がある場合とかですねそういう 結局何かしら理由がある場合は、えー、デジタル化しなくてもいいですよっていうのを置いちゃってるんですよ。それって今までと変わらなくないみたいな感じがするんですよね。ねんか骨抜きになっちゃってる、まあ、最近なんかそういう法改正多いんですよね。ななんだよみたいなそ おーそもそもまだ通ってないですけども通常国会で、まあ、ある意味ポシャってで秋の臨時国会で出そうとしてるスーパー,ー,ー,パーシティ法,法案って、ねえー、ありますけれどもあれも結構期待してるんですよ。今結構私もあの戦略特区が置かれている地域の自治体のコンサルとかで入ったりとかすることが多いもんですからでそういったところで。 あれが入ったらその自治体で結構本当に実証実験とかやりやすくなるかもねスーパーシティは本当に実現したら面白いよねなんて最初言ってたんですよねでも内閣法制局とかからもうごちゃごちゃ言われて結局のところ自治体でね今地方文献だから自治体で独自に条例引いて新しいことやっても私は全然いいと思うんだけれどもいや自治体にはそういうですねスキルはないはずだみたいなことで、あのー、まあ法制局が嫌がって。 えー、結局のところは、まあなんかうん、戦略特区のおにちょっと毛が生えたみたいですね、えー、そういった法案になってしまっているんですよねだから秋の,その臨時国会でどうなるかなって感じなんですけども、うん、うんっていう感じですよね。 はい、ちょっと話戻しますけれどもエストニアっていうねその国は先ほど言ったようにまあ、こんな国なんですよそのバルト三国で一番あの、まあ、北側ですかね、えー、北側にある国なんですけども日本から7800キロあるんで、まあ、非常にちょっと遠い遠方の国ではございます。でこの国はあのロシアにあの隣接をしている国でまあ <coughs> 実はずっと占領されてた歴史があるんですよね、えー、独立したのも1991年とかですからまだ独立してからも結構浅いんですよ。いつ領土が奪われるかわからない、えー、そうやって、えーまあ、侵略される可能性があると今もなおやはりロシアに対しては非常に危機を感じるとおそういった位置ポジショニングなんですね。で,ですから思想としても,もう 領土は、ま、奪われれてししまうかかもしれないからだから国自体をデジタル要するにクラウド上に置いてみたらどうだろうかっていうそういう発想があるんですねもともとだからちょっと日本のなんかデジタル化とはちょっと考え方というか危機感がちょっと違うかなっていうのがまず1点ありますであとは先ほど申し上げたように130万人ぐらいですから要するに日本の自治体レベルなんですよ政令指定都市の1個ぐらいのところなんで そういう意味では福岡市で革新的なことをやりますこれはありえそうな気がしますよねでも日本の国レベルでって言った時にはもう行政構造もですね、まあ、かなりその歴史があったりとかしますしそういう意味でなかなか難しいところありますよね変えるって言ったってなかなか難しいところあると思います。なので、あのー、まあ地方の、まあ、ちょっと改革みたいなね そういうういいいレベルルででももししきれればこのののエストニアのモデルっていうのは面白いかもしれないいなという感じがします。で日本の書籍だったりとかメディアとかもあのいろいろ取り上げたここの国すごいすごいってやるんですけれども内政は結構いろいろまあ問題もあったりとか、えー、ついこの間も選挙あったんですけれども、まあ、選挙では結構その割と極右政党がですね票を伸ばしてたりとかですねそういうのもあってあの実際に メディアで取り上げるこの電子政府エストニアという国についての情報っていうのはエストニア政府が PR したい内容だったりとかしますからだからあの <laughs> 完全にねえ全てがあの順調に回ってるかっていうとそうではないかなとは思うんですけどもまあ、そんんなな国なんですよ、うん。街並みはねなんか本当になんかにドラゴンクエスト的な感じの街並みで。 綺麗なんですけど、まあ、冬はねもう日照時間が6時間ぐらいしかないっていう、まあ、暗黒の世界が訪れるっていうもうなんかだんだん冬が近づけにつ,け、えー、つれて寒いし暗いしもう外に出たくないっていう感じでちょっとプチ打つ状態になるっていうね話を聞くわけですよだからそういう意味でももう家にいて手続きができるようにオンライン化したなんていう話もあるぐらいです。で私今日紹介したいののがこの話なんですけども、えー エストニア政府でで日本のそういう視察で行ったりとかした時にちゃんと説明をしてくれたりとかするんですよ要するに PR をするわけですねエストニアっていう国はこんな国なんですよここが優れてるんですよなんていう広報活動があったりとかするんですけどこのスライドに私は結構全てが現れているかななんていう気がしているんですけども何かというと エストニア政府の人役所の人がこれを説明するわけですがここに書かれている内容というのは役所仕事をゼロにすると役所仕事をゼロにすることを夢見ているんだとこんなことがですね目標として掲げているんだということをですね言うわけですねこれは非常に面白いことだと思いませんか ねええー、お役所の人たちが、まあ、日本ですと仕事がなくならないようにということでな、ね、んとか面倒くさい手続きをですね残そう残そうとするわけですねいわゆる既得権益的なところで言うわけですがそれは本当にやめた方がいいもう時代がついてこないんですから。 だからもうそういうのに抗うんじゃなくてやっぱ使える技術とかは使えるようにしたらいいじゃないとどんどん新しいことも取り入れてやりましょうよって思うんですけれどもねなかなかねうまくいかないっていうところはありますけどこういうスライドいいですよね。でこれねあのこのフォントを私見たことがないフォントを使っていたのでそのエストニアの,その関係者の方に「 こ,このフォントってどこで手に入れられるんですかすごいなんかあのデザインチックでかっこいいですねって言ったらこれはエストニア政府で作ってるんですってフォントもね。いや大事ですよね要するになんかその何て言うんですかね結構電子申請とかそういったものに関しても今の,その高齢者とかそのが使えないだろうということをよく言う人いるんですよ。で そういったものが使えないからだから、あのーまあ、申請とかも紙ベースで残してますみたいなこと言うんですけど違うと思うんですよね若い人だろうがそれこそ年配の方だろうが使えるようなインターフェースさえ置けばですね要するにデザイン性の問題だったりとか文字は大きくとかもしれないし分かりやすいようなうタッチパネルかもしれないしそういうものだったら使えるんですよね。 でも現状、今システム作ってる時どうなってるかって言ったら大抵あの電子申請のシステムもねあの入札制なんですよ。国で電子申請システム作ります。例えばドローンの電子申請のシステム作ります。民泊の電子申請のシステム作りますっていうと入札なんですね。で大抵名乗りを上げるのは NTT データか、まあ、NEC あたりがあそれで入札参加するわけですよ。 で入札参加して取るんですけどやっぱりねその入札で取るわけですからそれほどそのな,なんてつうんですかねまあいい金額で取れるというよりかは最低落札のその、まあ、価格でですね、えー、取れるということになりますからそうすると予算が組めないでデザインなんか絶対入れないんですよね全然ね。なんでもうなんかそのセールスフォースのシステムをそのまま入れましたみたいな感じの。 もうなんか口が悪くなりそうですけれどもほんとに使えないあの、うん、使いづらいですねそういった見た目のものが結構出来上がるんですけれどもやっぱねそのデザインで見た目上も使いやすくするとかっていう心がけが私はこのスライド1枚見てもいろいろ何かこだわりが見えるななんていうふうに思ったりするところであったりとかします。 はいといととうことで話したい話はですねもう山ほどいっぱいあるんですけれども結構長くなっちゃいそうな気がしているので、まあ、デジタル化の波に乗りましょうなんていうことで、えー、今回タイトルを入れさせていただいていますけれども行政書士のね今試験勉強をされていてで仕事がなくなるかもしれないななんていうふうに思ったらあと一歩のところでその勉強が立ち止まってしまうと良くないですね。 あの、デジタル化というのは、これはですね、仕事が増えるチャンスです。で、かつ、今勉強して、新しい考え方のもとにですね、どんどんこう、ビジネス展開をしてくれる人を、そういう方が、あ今、この業界には明らかに必要ですし、で、私はもう仕事を、このデジタル化のところの話も含めてですね、結構やっぱ増える一方なんですよね。で、ですから、仕事がなくなるなんてことはもう本当にないです。ただ、あの、 データ入力系のねそんなもん別にあのー、なななんというかあ人間がやんなくていいだろうみたいなものはもう頭も使わないしねそのもうシステム1個入れたら終わりだろうと計算とかねそういったものについてはなくなると思いますよなくなった方がいいじゃないですかそんなのねで,ですからもっとより頭を使うし法律の知識が要求されるような仕事がどんどん待ってますでデジタル化に関してもこれはね あのもう行政書士だからこそ現場で分かるような知識、えー、経験、えー、こういったものをデジタル化に生かしていくこの流れを作らないといけませんけれども。 やっぱりねそういう知識のないベンチャー企業とかがどうしてもこのガバテック分野とかこの行政テック分野をですねやろうとしているので我々はそこにブレーンとして参加するのもいいしあるいは自分で私みたいに私はあの g テックって会社持って、えー、そこではちょっとシステム周りもあの開発したりとかですね、えー、しておりますけれどもそういう会社を作ってちょっと対応してみるということでもいいかもしれないしぜひねあのチャレンジしてみてほしいななんていうふうに 思っておりますガバテックっていう言葉自体はねあのもう結構今浸透し始めてるガブあのそういう行政ね、えーまあ、政府のテクノロジーで解決するということで、まあ、い,いろいろ民間企業が今サービスを出しているこういう分野のことをガバテックとかガブテックっていう言い方をしたりとかします。 これ結構数年前にあの海外でこの言葉はやって日本で来るときどういう言葉になるかなと思ってあの行政テックっていう言葉と、ね、一応アドミンテックっていう言葉これについてはうち商標を取ってあるんですけどね、うん、どうやらその言葉はあんまり流行らないかもしれないななんていうふうに思いながらですねあのちょっと見てはいるんですけどもまあまああの <coughs> ぜひ、えー、12月にレックさんで講演会も私予定をしておりますので そういう新しいチャレンジをしてみたいな。行政士試験終わって、ちょっと聞いてみたいなっていうことであれば、12月にまたお会いできる場があるかと思いますし。えー、あとはね、もう本当に試験合格していただいた、あー、もうね、あとに関してはいろいろ接点あると思いますんで、そういったところでまたコミュニケーションを取らせていただけたらありがたいな、なんていうふうに思っております。今日はこの辺で終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。